はい、どうもこんにちは、出張カメラマンのコウです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっと構図についてお話をしていきたいと思います。結構ですね、写真撮られる方、構図気になるかと思います。で、初心者の方とかですね、あのカメラを始めた方とかもですね、まあ適当にパシャパシャ撮ってても、なんか違うなって思うこと多分あるかと思います。そういった方はですね、あの構図を覚えて、その構図をですね使って撮ると、まあ、ちょっとですね雰囲気がいい写真が出来上がったりします。ただですね、構図っていうのは、まあ、あくまでも型、ベースになる型ということになりますので、それがですね必ずしも正解というわけではありません。構図はですね、こうするとこういう映画撮れますっていうですね、まあ簡単なガイドラインみたいなもんなんですよ。それをですね、場面場面で使い分けて、まあ、撮るっていうのもですね、一つの方法ではあります。まあ、それはですね、でもただ皆さんがやってる構図なんですよね。なので、まあ、構図っていうのは後々ですね、まあ、自分が撮りたい写真っていう構図をですね、まあ、探していくっていうことにはなってくるんですよ。自分が探し求めていた構図っていうのがオリジナリティっていうふうになってくるので、まあ、必ずしもですね、その一般的に使われている構図っていうのがあなたに合ってる構図とは限らないんですけども、なんとなく撮ってる写真よりはその構図を意識して撮った方がいいかと思います。その自分の構図っていうのが分かってきて、その構図で撮るのはいいんですけども、ただなんとなくその構図とか関係なくですね、撮るっていうと、いまいちな写真に出来上がったりしますので、まあ、そういう時はですね、まあ、ちょっと構図で撮ってみて、いい感じに撮れるかなっていうふうにですね、あのパターンパターンに合わせて撮ってみるっていうのも、練習方法とはいいと思いますので、そういうのもですね、ちょっと活用していただけたらと思いますので、ちょっと今回構図のお話をしていきたいと思います。まあ、どんな構図があるかはですね、話していきたいと思います。まずですね、一つ目、三分割構図っていうのがあります。画面に横線を2つ、縦線を2つ引いた、まあ、ちょうど縦に3つですね、横に3つ分かれるので三分割構図っていうのがあります。これの交わった、線が交わったところ、点がですね4つもあると思うんですけれども、そこにですねメインとなるところにピントを置くと、いい感じの写真が撮れますよっていうのが三分割構図っていうのになっています。これはですね、まあ、結構多用されることが多い、一般的によく使われる構図なんですよ。まあ、縦のラインのところに人やですね、メインとなるものを置いてもいいですし、横のラインを使ったりですね、まあ、いろんなパターン使うことができるので、これがですね、まあ、意識して撮ると、そのうちですね、まあ、自分が撮りたい構図っていうのが見つかってくるんじゃないかなというふうに私は思ってます。これをですね、まあ、いろんな場面で使っていくとですね、まあ、一番使いやすいですね、構図になってます。これカメラ機能にもですね、この三分割構図を必ず表示する、機能っていうのもありますので、そういったものをですね、使って三分割構図をちょっと意識して撮るっていうのもですね、まあ、皆さんがですね、いいなって思う写真が撮れる、まあ、基準にはなってきますので、まあ、そういったものをですね、ちょっと活用してみてください。で、まあ、2つ目にですね、日の丸構図っていうのがあります。もうこれ大体、初心者の方とかがよくやるパターンなんですけども、真ん中に被写体ですね、ど真ん中に撮りたいものをポンって入れるのが、日の丸構図になります。これですね、まあ、パターンとしては、まあ、良し悪しがあるので、日の丸構図をですね、まあ、必ずしも悪いとかですね、いいとかいう風な感じはないんですけども、まあ、どうしてもですね、写真を撮るときに真ん中にポンってですね、被写体を置きたくなるっていうですね、まあ、心理が出てくると思うんですけども、それだけがメインのですね、構図の場合はいいんですけども、ちょっとしたですね、表現を使いたいときはずらして、こういったですね、その目線の先に何かがあるなっていうですね、まあ、ストーリーを作ることができるんですよね。日の丸構図はですね、ポンともう本当に記念撮影とかで使う場合が結構多いかと思います。で、3つ目にですね、まあ、トンネル構図っていうのがあります。トンネル構図っていうのはですね、まあ、日の丸構図にちょっと近いんですけども、例えばですね、まあ、森の中でこう木が生い茂っていて、その先に何かすごくパーンと、例えば山、富士山が見えるとかいうのがありますよね。で、写真を撮った時にこうですね、木が生い茂ってて真ん中にポンっていうですね、富士山が立っているっていうのがですね、まあ、トンネルがあって木のですね、その奥に撮りたいものがある、こういったものをですね、トンネル構図と言います。
まあ、そんなですねトンネル構図といって、まあ、周りの景色を、使ってそのトンネルに見立てて使うっていうのはですね、子供を撮るときとかですね、まあ、いろんなパターンで使うことができますので、よかったらちょっとぜひ使ってみてください。で、4つ目にですね、まあ、このトンネル構図の応用なんですけども、額縁構図っていうのがあります。例えばですね、建物の入り口とか、いろんなですね、ドアのこの枠組みを額縁に見立てて、被写体を撮るとかですね、まあ、いろんなパターンが使えるんですけども、先ほどのトンネル構図の応用でですね、神社とかそういったところで使う場合とかも結構ありますし、建物があるところで使ったり、あと明暗差があるところですね、そういったところで額縁構図っていうのは結構使ったりしますので、まあ、そういった表現っていうのもですね覚えておくと、あ、ここ使えるかなっていうですね、パターンが増えてきますので、まあ、そういったものをちょっと覚えると、いいかと思います。続きまして5つ目にですね、二分割構図っていうのがあります。これは簡単にバッと画面を半分に二分割するんですけども、まあ、大体海とかですね地平線があるところとかで使ったりしますね。わかりますね。地平線を真ん中にして二分割っていうする二分割構図ですね。であとはもう縦にこうバッと二分割にしたりとかですね、その二分割を使ってですね、まあ、応用したのがシンメトリー構図というのになるんですけども、例えばリフレクションといって、あのこう水たまりにですねこうカメラを寄せてギリギリのところで、で風景と水たまりと同じ鏡写しのようにですね映して撮るっていうですね、シンメトリー構図っていうのも応用でありますので、それがまあ6つ目になっていますね。まあ、7つ目にですね、放射線構図があるかと思います。まあ、こういったですね、シューッと放射線がバーッとなっている。大体、鉄道とか、人工物、建物とかで使うことが、よくあるんですけども、まあ、手すりとかですね、こういったものが、向こうに向かってヒューッと細くなっていきますよね。そういったものをまあ真ん中から放射線状にこっちに来ているような、構図を使ったりすることもできます。結構ですね、放射線構図って街歩きしてたりとか風景撮るときとかって、あ、これ放射線構図だなと思うことがたまにあるんですよね。だいたい人ってシンメトリーの写真を撮ったときってすごく綺麗だなって思うこと多いんですよね。あのシンメトリーって結構いろんな美術館とかルーブル美術館とかでも使われている手法なので、まあ、人間がですね、あの美しいと思える手法っていうのが、まあ、そのシンメトリーとかになってますので、そういったですねシンメトリーの写真っていうのを活用していくと、まあ、いろんな人にこの写真いいねっていう風にですね言ってもらえるかもしれないですね。はい、という形でですね、まあ、7点の構図をお話ししていきました。他にもですね構図ってたくさんいっぱいあるんですよね。黄金比だったりですね、いろんな、構図があります。それをですね、まあ、全部覚える必要もないんですけども、今お話しした7点のですね、構図っていうのを覚えていただくと大体の撮影シーンで使えるのかなというふうに思っています。まあ、あとはその構図慣れてきたらですね、まあ、自分の撮りたい構図っていうのを見つけていくことになりますね。なかなか構図ってまあ難しいとは思うんですけども、いろんな人がですね、まあ、どういうふうに構図を撮ったらいいとかですね、悩むかと思うんですけども、まあ、そういったですね基本的な構図を覚えるとある程度の写真を撮ることができますので、あの初心者の方っていうのは基本的な構図っていうのを覚えると、まあそれなりにいい写真が撮れますよっていうお話をしていきました。構図は大事なんですけども、まあ、楽しく撮るっていうのがですね一番、写真を撮る上で必要なことになってきますので、まあ、構図ばかりにですね気を取られて、あの楽しくなければ意味がないので、そこはですねやっぱり楽しさっていうのを第一に考えていただいて、写真を撮るっていうですね行為が、まあ、苦痛にならないようにですね、楽しく撮って、その中で、まあ、もうちょっとですねいい写真にしたければ、こういった構図を使ってみようかなっていうですね、そういったあの広がりっていうのはですね持っていただくと、あの写真がですねもっと楽しくなっていくと思いますので、そういった部分をですねちょっと頭の片隅にですね、知識として、持っていただくと、これからの写真ライフっていうのがですねもっと楽しくなると思いますので、よかったら活用してみてください。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。